いやーなんか冬用のシャツが欲しいな冬のトップスって気づけばニットばっかりになっちゃってもうちょっとバリエーション増やしたいんだよな春とかに買ったコットン系のシャツもいいんだけども冬に着れるようなちょっと厚手のシャツがあると使い勝手いいんだけどなとは言っても冬だけじゃなくて春も使いたいし、まあ、夏は着ないけども秋も使えるような3シーズン対応のシャツがあったら最高なんだけど何かいいものないかなと思っている皆さんこんにちはスターリストの大山俊です 今回の動画は大人の冬のシャツは これが最強というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、冬って結構トップスはニットだとかスウェットみたいなものが多くなりがちかなと思うんですね。僕はですね、秋だとか春だと結構シャツをよく着るんですけども、冬になるとコットン系の素材のシャツだとやや季節感が出づらいというところがあるので、シャツの着用回数がちょっとだけ減るんですね。ですが、シャツが大好きな僕としては、冬場もうまくシャツを活用したいなと思っている わけでそこで今回ですね皆さんにご紹介したいのが。 僕が今着てるようなウールライクのグレーシャツですね。こちらは僕のブランドソウのですね、オリジナルの商品になってるんですが、シャツが大好きな僕が冬場でもちゃんと着用できるようなシャツを何か開発したいなということで、時間をかけてこちらの方ですね、今回作ってみました。ちなみに僕はシャツいろんな素材のものを持ってるんですが、主にコットン素材のものを使うことが多いんですけども、冬場だとややですね、季節感が出ないかなということがあって、その代わりにウールのシャツを着ることが多いんですね。 ウール素材だと厚みもありますし季節感があってすごく冬場には適したシャツになってくるんですがそんなウールのシャツにも弱点があってもちろん秋冬であればすごく相性がいいんですけども春になるとやっぱりちょっとこう季節感が合わなくなったりだとかやや生地が厚すぎたりすることがあったりするんですねあとは着用感ですねウールのシャツは割とこうパリッとしていて硬い素材感のものも少なくないので T シャツの上とかにさらイと着ると少しだけ肌がチクチクして着心地がるんです コットンよりは落ちてしまうんですねなのでウールの質感はすごくいいんだけどもその辺りはもうちょっと日常的に着やすい素材感がいいなということでこちらはま上品なウールライクな素材感なんですが実は使っているのは ポリエステルやレイヨン、ポリウレタンというところで、実際のウールではないんですね。その代わり、肌触りがめちゃくちゃ良くて、とろみ感があるというところでは、着ていてストレスが全くないんですね。で、厚みに関しても、コットンよりは少しだけ厚みはあるんですけども、そこまで厚すぎない設定になっているので、もちろん、 秋冬に着ることもできるんですが春に着ていても暑苦しくならないような3シーズン対応できるような素材感にしています僕自身ですねミニマリスト的な発想もあるのであまりこう冬場だけしか着れないとかそういった素材よりはできれば3シーズンぐらい着れるような素材感が一番理想的なんですねそのあたりを実現するためには本物のウールもいいんですがウールライクに見える見た目のこういった素材感がすごく僕のライフスタイルにも合ってるのかなと思って今回こちらを開発してみました まあ素材感はすごく良くてコットンのシャツもすごくいいんですがこのようなポリエステル0ンのシャツっていうのは肌触りが良くてあとはドレープ感ですね動いた時に上品な光沢感があって高見えするんですねこの辺りがコットンのシャツにはないような雰囲気で皆さんが持ってるシャツとは大きく違いが出せるポイントなのかなと思いますシャツなんだけどもトップスとしても使えますがアウターっぽく見せることができるようなそんな1枚を目指して今回作ってみました 襟型はレギュラーカラーですね。しっかりと襟のですね、長さも出して、1枚で着てもアウター的に主役になるような仕上がりを目指しています。またサイズ感に関しては少し緩さを出してます。肩のラインはちょっと落ち気味で、身幅もゆとりを持ってるんですが、着丈は長すぎないようなバランスになっています。そうすることで、シャツアウター的に着ることもできますし、この上にですね、冬場であれば、ジャケットだとかコートですね、こういったものを重ねても邪魔にならないようなサイズ感ですね。このあたりを目指して製作をしました。そして 色に関しても今回こだわりました僕は結構グレーの色味が好きなんですがシャツって結構ですね ホワイトだとか、ブルーだとか、このあたりの色合いが多くて、まああってもですね、ベージュだとかそのあたりが多いんですけども、意外とグレー系のシャツって多くないんですね。で、このグレーという色は、ウールだとか、ウールライクな素材で出した時に、すごく上品な仕上がりになるので、これなかなかいい色合いに仕上がってるかなと思います。まあ着こなし方は簡単で、まあこれからですね、春を迎える際には、今の僕のように白 T を着て、その上にシャツを着てもらって、 ボトムスはいつも動画の中でご紹介していますブラックのパンツで引き締めてもらえばこれだけで簡単にモノトーンで大人っぽい着こなしが完成してしまうんですねすごく簡単ですただ今の時期ではこのような着こなしではちょっと寒いので この上にジャケットを着るのもすごく相性がいいです。例えば僕がよく愛用しているデニムの素材のジャケットだとか、あとはブラックのジャケットなんかでも相性がいいです。この上に1枚羽織るだけで本当にバランスよくはまるのでおすすめの着こなしになります。その他にはロング丈のコートですね。ブラック系のコートにももちろん合いますが、まあ、こちらのようなブラウン系のコートですね。そこにも相性がめちゃくちゃいいんですね。ですのでシャツの上にさらりとコートを着るような着こなしにもすごくはまりがいいです。ボトムスも ブラックもいいんですが、ホワイト系でまとめることもできますし、春になったら、前を開けて T シャツを見せながら着るような、羽織物感覚のですね、コーディネートもハマってくるので、1枚あれば、3シーズンですね、夏以外の季節は、様々なシーンで活躍するような、まさに鉄板のシャツが仕上がったかなと思います。冬に着れて、なおかつ3シーズンというところでは、なかなかこのようなシャツって、市場にはないので、僕自身ですね、満足のいく1枚が仕上がったかなと思っています。ぜひ冬場にシャツを着たいなという方、 方にはこちらのシャツチェックをしていただきたいなと思っていますちなみにこちらのシャツに関しては今回も受注生産で皆さんにお届けができればなと思っていますで受注期間なんですが本日12月12日から 12月20日まで。この期間に、こちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、そちらのページからですね、商品の方を注文していただければなと思っています。細かい価格や入荷の時期に関しても、概要欄のリンク先からぜひチェックしていただければなと思っています。僕のブランド、そうでは、僕自身がわがままにこういったアイテムを欲しいんだよなというものをですね、時間をかけながら丁寧に作り込んでるんですね。ですので、商品のリリースのペースとしては、月に1個ぐらいがもう精一杯なペースなんです その代わり一度リリースしたら長く定番的に作っていく予定なのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねこちらのウールライクシャツですねめちゃくちゃ使い勝手がいいですし皆さんが普段お持ちのシャツとはまた違った雰囲気が楽しめるかなと思うのでよかったら概要欄の方からチェックしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに